ブライアン・コーディ・ランサムは、アメリカ合衆国アリゾナ州メサ出身の、元プロ野球選手。宇藤右内。チ。ャインドラー高校を卒業した1995年に43巡目で、クリーブランド・インディアンスに指名されるが拒否し、サウスマウンテン・タンダイに進学。在学中に二人の死者を出す、交通事故に巻き込まれるが、助かった。 1998年からはグランドキャニオン大学に移り大学野球で338本塁打48打点の活躍をする。1998年ドラフト9巡目でサンフランシスコジャイアンツに指名され契約を結びプロ入りを果たした。2001年9月5日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。 ジャイアンツ時代は主に守備固めで起用され、マイナーとメジャーの往復が続いた。2002年9月29日のシーズン最終、ヒューストンアストロズ戦でメジャー初スタメン出場を果たし、第1打席にロイオズワルトからメジャー初安打を記録する。第3打席にはブランドン・パッファーから安打してメジャー初打点を記録。この際、二塁から生還した。 同僚、新庄強の走塁に感謝し、同じく同試合でメジャー初打点を挙げた、西の新庄の一塁から生還する走塁に感謝した、若手の同僚、トレーン、ランスフォードと共に、試合後の新庄へ礼を述べた。2003年8月8日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、ビセンテ・パディーヤから、メジャー初本塁打を放った。2004年12月21日に、 FA となった。2005年1月20日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。3月30日、金銭トレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。トリプル a 級オクラホマレッドホークスでプレーするも5月25日に放出された。2日後の27日にカブスと再契約を結び、シーズンの残りをアイオアカブスでプレーした。 10月15日に FA となった。2006年1月27日にシアトルマリナーズと契約した。スプリングトレーニングでは19試合に出場し、打率。219だった。マイナーへ合流した後、3月30日にヒューストンアストロズへ金銭トレードで移籍した。このシーズンは、a a a ュラウンドロックエクスプレスでプレーした。2007年。 3年ぶりにメジャー昇格を果たし、9月16日のピッツバーグパイレーツ戦では、ポール・マホームからメジャー復帰後発の本塁打を放った。ニューヨーク・ヤンキース時代2007年11月27日に、ニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。2008年8月15日にメジャー昇格。球団史上初となる遺跡後発打席から2打席。 連続本塁打を放った。一本目は8月17日のカンザスシティロイヤルズ戦、二本目は8月22日のボルチモアオリオールズ戦であった。9月21日のオリオールズ戦では、ブライアン・ロバーツが放った打球を一塁へ素早く投げアウトにした。これがこの年限りで閉鎖となる、ヤンキースタジアムの歴史上最後の視察となった。 9月26日のボストンレッドソックス戦では、地震初の1試合2本塁打を放った。2009年は、アレックス・ロドリゲスが、右伝部の手術で開幕が間に合わないため、3塁手で、地震初の開幕スタメンを果たした。しかし、4月25日自身も4頭筋を故障し、DL 入りとなった。8月5日に、DF となり、同月7日に放出された。 しかし、その3日後の10日に、ヤンキースとマイナー契約を結んだ。内野のユーティリティとして重宝された。11月9日に FA となった。フィリーズ時代2009年12月14日に、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2010年は怪我で離脱したチェイス・ワトリーや、プラシド・ポランコの穴を埋めるために三塁手の他に、二塁手や一塁手での、 スタメン出場もあった。11月6日に FA となった。2011年1月19日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。ダイヤモンドバックスでは遊撃手と三類手として起用された。10月10日に FA となったが、12月11日にマイナー契約を結んだ。2012年の開幕はプル a で過ごすも、 クリス・ヤングが故障者リスト入りしたことに伴い4月18日に昇格した。しかし5月21日にディエフェとなった。2012年5月23日にウェーバーでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。7月13日のピッツバーグ・パイレーツ戦で自身初の満塁本塁打を放った。主に遊撃手のスタメンとして起用された。ブルワーズでは 自己最多の6本塁打を放つも打率。196と確実性を書き、再びディエフェとなった。2012年8月31日にウェーバーでダイヤモンドバックスへ復帰した。11月3日に FA となった。2012年12月21日、サンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2013年はチェイスヘッドリーや、 ローガン・フォー・サイスがスプリングトレーニングで故障したため、自身3度目の開幕ロースターに入り、自身2度目の開幕スタメンを果たした。しかし4月12日にディエフェとなった。2013年4月16日にウェーバーでシカゴカブスへ移籍した。9月8日にディエフェとなり、同月16日に放出された。2013年12月20日。 埼玉西武ライオンズが獲得したと発表した。2014年、開幕戦に7番、3塁で、先発出場したが、38試合の出場で打率21。212、2本塁打12打点と打撃が不調だった。7月27日に、球団より、戦力外通告を受け、翌28日に、 ウェーバー工事にかけられることが発表された。このように、西部時代は結果を残すことはできなかったものの、彼に当てられた応援歌は対談した現在でも絶大な人気があり、ネット上や動画投稿サイト上では、ランサム教などとオカルト宗教のように形容する表現が見られる。2015年2月24日に、 アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。その後、2015年頃、引退し、アリゾナで、更新の指導に当たっている。玉際の強さと強権に加え、内野全ポジションをこなす、ユーティリティープレイヤー。打撃では選球眼の良さが魅力。書籍、新庄夢を、ありがとう、新庄強しと過ごしたアメリカ滞在期、北海道感染期。 小島勝則198から200ページ、ABC チャック、ビル、100ランダムシングスアバウトザ・レッドソックス、レイズ、アンド・ヤンキース、ザ・ボストングローブ、パブリッシュド・エープリルに、2009、リトリーブ・ド・メイニ。2009、スミス、ティム、イン・エーロッド、S ・アブセンス、コーディ・ランサム、メイキング・ザ・モースト・オブ・オプチュニティ・ウィズ・ヤンキース、ニューヨーク・デイリー・ニュース。 パブリッシュド・マーチ31-2009リトリーブドメイン2009キャリッグ・マーク・チエンミンワンコーディ・ランサム2号オンディセーブルドリストブライアン・ブルニ2ゲットチェックドアウトアズ・インジャリ・スパイル・アップ4ニューヨーク・ヤンキースザ・スター・レジャーパブリッシュド・エープリル25-2009リトリーブドメイン 2009HTP ・2009ヤンキース ルブログズ .com 2009-08-05ゲーム -107 ヤンキースワットブルージェイスストリートメーターダンコーディランサムコールドアップ 2D バックスクリスヤング 2DL エイジースネークピットスプネーション2013年4月6日閲覧 d b a c k s d e s i g n a t e c o d y r a n s o m f o r、a、s s i g n m e n t m l b t r a d e r u m o r s c o m r トリ r i v e d 2 1 May 2012プリオ・マシュー・ブルワーズ・ピックアップ・コーディ・ランサム・オン・ウェーバーズフロムアリゾナ・ハードボルトーク・ NBC スポーツ2013年4月6日閲覧 h t t p ススララッッシュスラッシュスコアズ e s p n g o c o m スラッシュ mlb スラッシュリキャップゲーマイトイコール3億2071万3108ギルバートスティーブ D バックスクレームランサムオフウェバーズフロムブルワーズ mlb.com 2013年4月6日閲覧ニコルソンスミスベンパドレスサインコーディーランサム マルブトレードルーマーズ2013年4月6日閲覧リン・デニスランサムレディフォーオープニングデーザ・サンディエゴ・ユニオントリビューン http w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  o d z a n d i e g o c o m ニュース2013マール30パドレス・コーディーランサムオープニングデー2013年4月6日閲覧埼玉ーブライオンズ 公式サイトマイナスチームニュース12月20日2014年3月28日公式戦試合結果 NPB.JP 日本野球機構2017年5月26日閲覧西武ランサムに戦力外通告日本イ打に終わるスポーツ日本2014年7月27日配信埼玉西武ライオンズ選手契約について 西部球団公式サイト2014年7月27日配信開幕直前恒例 MLBI 効果3人の新外国人クロスレビューナンバ n o ブナンバー、2 0 2 1年10月7日閲覧ありがとうございます